こうだろうね、ここからこう入ってきて、バーンってきて、ここに、この壁で止まったんですよね。すごい。え、何これ、何これ、何これ。何これ、これなんすか、これ。これ、これさあ、これ、そこのあれじゃないの？なんで止まれちゃったの？なんで止まれちゃったの？うん？地震と津波だよ。の下まで来てたんだよね、津波として。怖い。さあ、今日はなんと気仙沼に行きたいと思います。ちょうど10年前の、そうですね、東日本大震災の、はい、しっかりと伝えるべく、はい、メニアに出ていきたいと思います。はい、はい、その時はレノンちゃん生まれたばっかりで、うん、トラカも生まれたばっかりだ。そうだね、そう、10年前、ちょうど10年、ほぼ記憶にない人たちを連れて、はい、メニア引きつけていきたいと思います。はい、それではレッツゴー。気仙沼市東日本大震災後伝承館ということで、こちらが、まあ、気仙沼で津波の被害を受けた、ぐるんっていくとこっちがね、学校でございます。上まで来たんですよね。まあ、そう、今中もね、中も10年前のままなので、これを実は見学ができます。今校庭の方は今おじいちゃんおばあちゃんたちの憩いの場にこのものした感じになってます。なっておりますね。前から見てごらん、前前から見たらちょっとびっくりする、こんなとこまで来たのっていう。あそこだよ、あの窓ガラス割れてるとこまで、ね、そう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 、これ10メートルでしょ。そうだね。あ、一番上じゃないんだね、1、2、3階までか。3階までかね、いやすごい、こんな高、この高さで来るんですよ。すごい、しっかりお勉強しててもらいましょう。ということで止まってるよ、3人ちょっと呆然、あそこまで水に浸ったのみたいな。すごくない？じゃあ行きましょう。行こう。体感していきましょう。伝えていきましょう。さあ、ここからはそのまま、10年前のまま残された校舎ですね。何で壊れちゃったの？だから。キャド室。これ。クイズも問題、はい、これね、スタンプラリーあるんですよね、実はクイズラリーがあって、ここに問題の答え入れてメッセージ書く、うん、行きましょう。津波により天井部分に作業道具が引っかかっています。その作業道具とは何でしょう。どこ、あ、これじゃないか。あ、ハンマー、ハンマー、キルじゃん。あ、ほんとだ。ここに入れなきゃ、すって、地震と津波だよ。校長室。
なんかめっちゃ綺麗よ。なんでこんな綺麗なの。ここは綺麗にしたんじゃん、人は通る。あ、津波で流されてきた車。上も外もある。上の方も完全に行った人です。木がある、ここに。向こうからね。こう。ほら、あ、ありますよ。これだ。え、この高さだよ。この高さ。そのままなんだ。ね、水が来て、ここ突き破って。海、ほら、海、堤防の方あっちだもん、ほら。ほら。これはすごい。怖い。ここに中人入ってたらどうする？たんじゃん。その上逃げたんじゃない？みんな。やっぱり上逃げるでしょ。こうだろうね。ここからこう入ってきて、バーンってきて、ここにこの壁で止まったんですよね。すごい。ああ、感じる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 。ほら、やっぱりそうだ。ベランダを車の衝撃で破壊されて。入ってきたんだってことだよね。あ、だからここ津波の高さが12だからまだ上なんですよ、うん、ここ俺らいるとこ、まあ、水の中ですよ。まだ水の中だね。ここ津波到達地点4階だもん。まだ3階でしたもんね。次2問目。これあれ、お題2問目どこ行った。終わった。終わった。え、何これ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 。これなんすか、これこれ、これさあ、これそこのあれじゃないの、破片で、ね、ベランダの第4問。あ、ベランダ、ほらほらほら、多分そうですよ。これの破片が突き破ってきたでしょ、窓ガラス。違うのかな。ここ、これこれこれ違う。あ、違うのかな。あ、こっちの、なんだろうこれ、気になるね。気になる。ほら、スポンジのものは、あ、冷凍工場の、あ、冷凍工場から流されてきたやつだ。流されてきたやつなんだ。そこの校舎のものじゃないんだ。いや、別のもの。どっかの冷凍工場から。すごいね、壁。壁向こう側に出てきてるわ。どうぞ。到達地点。ここっていうラインがちょっと。え、錆びたレターケースの下、うん、あ、ここだよ、ここ、パパ、ここ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 。あー、この色違う。これだ、色違う、ここだ、ちょうど。だから、俺の足で言うと、ちょうど。ね。分かりやすいかもしれない。あー、そっか、そっか、そっか。だから、下から、地上から、うん、ここまでは水があったってことです。この、この。この、その下の地上から、津波がうわー来て、ここですよ。で、高さが12メーターって。4階。ここまで、それすごいね。だからこの高さ全部水だったってことだね。見えてる目線は全部水。水ですよ、下は、うん、想像絶しますね。想像絶する。じいちゃんたちゲートボールしてるとこも水ですもんね。うん、下この高さだ。意味が分かんないだろうね。もう意味分かんないだろうね。意味分かんないですね。あそこの向こうのなんか家みたいなところもすっぽり入っちゃってるってことだね。入っちゃってる。今だから多分堤防建てたからあの高さですけど、従来はきっと なかったんですかね。あったんですかね、あれ。すっぽり入っちゃってたんだろうね、多分ね。あー、みんなここまで上がったんだね、生徒先生も。あれ、子供たちがいない。この屋上に避難した。あ、生徒さんは無事だったの、170名。で、残った教職員の 人たちがここから見たと。い
いやでもそう考えると結構危機、本当にこれここにいても危なかったってことだよね、逆に言うとね。逆に言うとそっちはすっぽり入っちゃったのかな。あ、まだほら外でなんかほら階段が。ママ気づいてたけど、そのままめっちゃ手るんだって。どうですか、レノ、あの海がここの下まで来てたんだよね、津波として。怖い。今静かな海だけどさ、こうやって見るとさ、あの海がどうやったらこの高さまで来るんだろうね。ねえ、なんかさ、おパパがお風呂入ってさ、お水がブワーってこぼれるじゃない。湯船入るとあれと一緒だよ。ボーンってなってそのままお水がドーンと来たんだ、こっちに。どうなんかよりも全然寒い日だったからね。ああ、もっと寒かったんだね。そうそう、これもっと寒かったんだ。途中だね、これ津波の途中。あれか、あれがそう？ん？あれ屋根あった運動場？屋根があった運動場じゃない、これ。あ、屋根あったんだ、これほら。あ、そうだそうだそうだ。これが、それだ。そうだ、もう完全に。それ完全にさっきの高さに行くと持ってかれるよね。うん。これね、これね。これだ。水の力でひん曲がっちゃってるんですよ、あれ。ちゃんと空ではないんじゃない、多分上のトタンの屋根でしょ。ああ、屋根の部分で、それが多分水の力でひん曲がって巻きついちゃってる形になっちゃうんですよね、これ。えぐれた壁、これは、これが重なった、折り重なった車。ほら、引き波でもう津波が後ろから持ってきたの。いや、こっちは街中の方からぐーっと持ってきて挟まったってこと。そうだね、海があっちだからね。あ、そうか、じゃあ後ろの方か、後ろの、まあまあ、どっからか、どっちからガーッと流れてきたのがここで止まっちゃったんだね。完全に折り重なったんです、船だと。